ありがとう人生学校です。今回は小林誠寛さん著神様を味方にする法則を中心に他の本からも抜粋した誠寛さん究極の教えと題してお送りします。誠寛さんは楽しい宇宙の方程式をたくさん残されています。年間300回以上講演をされ、数万人の人相手相を見、そのうちの3分の2から人生相談をお願いされ、全て無料で受けてこられた方でもあります。誠寛さんの本をたくさん読ませていただきましたが、多くの内容が網羅されている一冊ではないかと感じました。人間関係、仕事、お金、健康、すべての悩みを解決し 100% 幸せになる方法論が書かれています。神様を味方にする法則、誠寛さん究極の教え、前半、理論編、宇宙に自分が投げかけたものが返ってくる、人生はシナリオ通り、後半、実践編、ありがとう、ソアカの法則、神様が味方する究極の法則、キクアの法則、前半、理論編、宇宙に自分が投げかけたものが返ってくる、自分が投げかけたものが返ってくるという究極にシンプルな話です。ですので自分が生きている間に何を投げかけるか、それによって自分に起こってくる現象が変わってくるとのこと。どうしたら人の役に立てるかと考え生きていると、自然にあなたに返ってくることになります。逆に不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句をくれぐれも言わないようにしましょうとのことです。あるジャーナリストが20年かけて2000人の大金持ちを訪ね歩きました。彼らから学んだお金持ちの秘訣は次のようなものでした。いわゆるお金持ちの人は宇宙に向かって投げかけたサービスの総量が膨大だ。特に若い時に宇宙に向かってものすごいサービスを膨大に投げかけている。お金持ちになった2000人の中で、給料がこれくらいだからこの給料の分だけ働けばいいとか文句を言っていた人は皆無だったそうです。お金持ちになった人はもらっている給料の何倍も働いて、宇宙に向かって投げかける量がものすごく多かった。いやいや働いていた人は一人もいませんでした。宇宙には今までに投げかけたサービスの総量が報酬となって戻ってくるという法則があるみたいです。収入がなくてもいいから、自分が楽しくて面白くて幸せだと思えることや、食事をしたりトイレに行く時間も惜しいほどやっていたいと思えるものを見つけたら、それを一生懸命にやる。そうすると宇宙に向けて投げかけるものが膨大になります。給料の何倍も働いている人は、投げかけたサービスが膨大な宇宙預金となって積み立てられていて、この膨大な預金がやがて報酬となって自分に降り注いでくるようです。人生はシナリオ通り、これも誠寛さんの中心の教えで、いろいろ研究した結果、どうやら自分の人生のシナリオは自分で書いて生まれてきており、そのシナリオ通りに生きているとのこと。ですので変に頑張りすぎたり不安に思う必要はないのですよとのことです。なぜなら自分であるシナリオを書いて生まれてきているので、最終結果として悪い風になるはずがないということなのです。例えを挙げると、今人生の中で10年に一度ほどの不幸と思える出来事があった場合は、その時期から6ヶ月以内にそれを上回る良いことがシナリオに書かれていることが多いのだそうです。ですので肩肘張って頑張りすぎたり不安になりすぎることはないのですね。もし不慮の交通事故で亡くなったり病気で亡くなる場合はどうなのですかというと、それも全て寿命であり、嘆き悲しむことはないとのことです。実践編、ありがとう。誠寛さんの本にたびたび出てくるありがとうという言葉、ありがとうという言葉を気持ちを込めなくても良いので、ひたすら何度も声に出して言うだけで、いろいろな面白いことが起こってくるとのことです。10万回言い続けた結果、治るはずのない症状が治ったり、がんが消えてしまったりなど起こっているようです。やれば必ず良くなるとは保証できないようですが、いろいろな奇跡と言えるようなことが起こってくるようです。まず2万5000回言うと、なぜか涙が出てきて、その涙
だが 2,3 時間出た後で再びありがとうを言おうとすると心の底から感謝の念が湧いてくる。その気持ちを込めてあと 2万5000 回ほど言うと突然に自分にとって嬉しく楽しく幸せな奇跡が起き始める。1億8000万回言い続けた方が滋賀県にいらっしゃるそうです。この方は出かけるときはタイミングよく晴れ、公共の交通機関にこの方が遅れると交通機関自体も遅れ間に合ったりなど起こるそうです。ソワカの法則、神様が味方する究極の法則。ソワカとは掃除、笑い、感謝の頭文字のことです。掃除、なぜなら神様は綺麗好きだから。綺麗には3種類あります。1つ目は姿が綺麗な人、顔だけではなく立ち姿、歩き姿、座り姿も含まれるそうです。2つ目は心が綺麗な人、3つ目は水回りや身の回りを綺麗にしている人。1つ目2つ目では勝負できないという人でも3つ目なら勝負できそうです。ということで水回りの中でもトイレ掃除を特に進めているのは特徴的です。トイレだけではなく洗面所、お風呂場、炊事場などをきれいにするのも良いようです。また最近流行りのミニマリストも身の回りをきれいにしている人に当てはまるのではないかと思います。特に経済的に困りたくない人はトイレ掃除をすることを勧めています。トイレ掃除をしてトイレの蓋を閉めることで金運がアップするようです。この本には詳しく書かれていませんが、トイレにはうすさま明王というトイレの神様がおり、うすさま明王様ありがとうございますと感謝しながら掃除をするとさらに良いというのを確か青函さんの音声で聞いたことがあります。個人的にはトイレ掃除をすることで喜んでもらえる人が増えるならやらない手はないと思います。トイレに行列ができているのにそれを気にせず何十分もかけて掃除したりしない限りはとても喜ばれる習慣だと思います。臨機応変に気楽にできると良さそうですね。笑い、笑う角には福来たるというように昔から笑うことが運気をアップするということは有名な話です。近年ではがんをやっつける NK 細胞が笑うことで活性化し免疫が高まることが科学的に分かってきたそうです。お笑いを見たり自分が好きなこと、例えば俳優さん女優さんのコンサートなど会いに行ったり、自分がワクワクすること、楽しく感じることをするのが自然に笑顔が出て健康にも良いと思いますし、仕事にも精が出て良いと思います。私的には自分の好きなことをして自分にご褒美をいっぱいあげながら仕事もしっかりバリバリ働くというバランスが一番良いような気がしています。感謝、人間関係、仕事関係、人生すべてのキーワードになるのではないかと思います。ありがとうという言葉を声に出して言うことで、ありがとうを宇宙やその他の生命に投げかけることになり、またありがとうと言いたくなる現象が言った回数分だけ起こるというシンプルな法則です。ですのでできる限り愚痴、泣き言、文句、心配事を言わないということがとても大切なのですね。聞くあの法則、競わない、比べない、争わない。競わない、そもそも人と競うことが当たり前のように教育されてきましたが、人と競わないと幸せになれないのかというとそうではありません。自分は自分そのまんまで良いのです。比べない、人と比べることで落ち込んだりするのはもったいないかもしれません。比べる必要がないのですね。あなたはあなたなのですから。個人的にはもし比べるなら昨日の自分と比べてやる気が出るなら比べるのは良いかと思います。争わない、人と争う必要はありません。多くの場合は自分の正しさを相手に主張することで争いが生じます。意見が違ったら相手が正しいと考えてみるのはどうでしょう。争いのない世界が広がってくるかもしれません。おまけです。病気をした人は優しい人になる。病気が悪いことのように一瞬思ってしまいがちですが、病気は感謝を教えてくれたり気づきを与えてくれたりする絶好の機会でもあります。そして往々にして大病をした人は優しい人になります。というより本来の優しいあなたに戻すきっかけを与えてくれるのですね。人を変えようとしない。人生の悩みの多くは人を変えようとすること。職場の上司、部下、家族、友人、知人など、この人はこのまんまでいいんだと思い自分をひたすら向上させていこうとすると肩の荷がふっと下ります。そしてその方が世の中の役に立ったりします。人生の中で起こった出来事に青函さんのように今度はこう出ましたか、
と淡々と生き、頼まれ事を無理のない範囲で行い、喜ばれる存在として生きることが人間の姿と説いていらっしゃいます。聖観さんの教えを実践すると肩の力がふにゃっと抜けてくるので不思議です。最後に聖観さんの自制の句を、我が肩身高き青空吐いた雲、星の夜空に日に月に、高く澄み切った青空を見たら、吐いたような白い雲を見たら、綺麗な星の夜空や太陽や月を見たら、それが私の贈り物だと思ってください。今幸せだなと言える人は、死ぬ間際も同じように幸せだなということができる人かもしれません。私自身も死ぬ時に後悔しない生き方は、自分がいかに人に喜ばれる存在であったかどうかだと思っています。この人生学校を通じて役に立った、助かったなど喜ばれる人の数が増えることが何よりも嬉しいです。あなたの人生は神様が味方になって飛躍的に良くなっていきます。ご縁に感謝いたします。次回は松下幸之助さん名著道を開くです。お楽しみに。